トゥ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 ダダーン。はい、皆さんどうも、谷村さんでございますけども、いやー、皆さん今日ですね、本日は金曜日、金曜ロードショーで、バックトゥーザフューチャーが放送されるということで、まあ、ここはちょっとバックトゥーザフューチャー大ファンとしては黙っていられないということで、急遽、動画を撮らせていただきましたけども、はい、もうバックトゥーザフューチャー大好きでございます。ですね、もう語り尽くしたらちょっと時間がないぐらいだと思うんですけども、僕ですね、大好きすぎて、まあ現地まで足を運んでいるぐらいなんですけどもね、まあその様子の方は YouTube の方、概要欄の方に貼っときますが、こちらね、バックトゥザフューチャー、デロリアン、なんと見てください、こちらクリストファー・ロイドさん、毒のサインがあります。はい、僕ですね、そのサイン会とかに行かせていただきましてね、一応一緒に写真だ、撮った写真もあります。はい、まあちょっといろいろ話していきたいと思います。どうも皆さん、今日はですね、バックトゥザフューチャーを声なんか返す谷村さんが、いろいろ秘話をね、お話ししたいと思うんですが、こちらね、道具のサインが入っております。僕ですね、こちら道具に合っております。あのね、もうかなり、大好きで、僕このロサンゼルスに行ってロケ地を巡るというのもやってます。で、僕そのドローンゲーという、今回ね、こちらの AR ドローンありますね。僕がマシュマロキャッチというね、ゲーをやって、まぁ、ちょっとね、こうテレビの仕事とかいただけるようになったんですが、これが、まぁ、すごくこう、なんだろう、バックトゥザフューチャーからの関係で、こういうものを使うようになったんじゃないかというぐらい、まあこのきっかけを作らせていただいた映画でございます。それでまあやっぱね、未来のもの、スマートフォンだったり、あとはね、タブレットだったり、なんかこれで操縦して映像が飛んでくるとか、そういうの未来を感じてました。でこれがね、もうゴーグルで、ドローンレースなんかもこの映像を見ながら操縦する。でもそれがね、僕はこう2のこちらの2のね、やっぱりもう未来にワープする瞬間、飛んでいく感じがもうね、この FPV で覗いてるのと全く一緒だったんですよ。ああ、もうこれはもうバックトゥザフューチャーだな、つって。もうね、なんかこうスピード出したらこう未来に行けるんじゃないかっていう感覚に、させてくれる、魅力的なね、ドローンレースの、世界も、やっぱりこのバックトゥザフューチャーに憧れて、やり始めたものなんで、今日はね、金曜ロードショーで、やるということなんで、急遽動画を撮りましたけど、まぁ、ちょっと僕のコレクションをね、いろいろ見ていただきたいと思うんですが、ちょっとこちら、はい。はい、貴重なワンでございます。はい、これはね、タイヤが、なりません。こういう風になりません。で、これは2なんですが、2はタイヤが、こうやってね、シャキンと戻ります。いや、いいね。これですよ。はい。で、さらにですね、はい、こちら、マーティの財布っていうのを売ってましてね。それをですね、僕がいろいろ、ほら、これね、初代彼女役の人のサインが入っています。もらいました。そうなんです。いろいろありますよ、これは。はい。これなんかね、はい。時計台の、チラシですね。はい。時計台が、雷で落ちてしまったっていう、それで使う、ちょっと、皆さん、これまた新たに動かしましょうよっていう、あれね、チラシ、奥枝おばさんのチラシです。で、こちら、ジェニファーの、あれですね、最後別れ間際に、ここに電話してっていう、時代感じますね。携帯がない時代ですからね。はい。で、I love you って書いてあるね。そうなんです。こんなのとか、いや、もうすごいですよ、これは。
ちょっとね、ちょっと見せるのもなかなか、はい、これがほら、見てください、これ。はい、こちらね、消えちゃう写真でございます。ね、お兄さん消えて、ね、ワンでそんな話がありましたよね。そうなんです。そして、いろいろあります。マーティの免許証だったり、いろいろ、こんなのもあるんです。はい。そうなんですよ。それで、そしてね、皆さんにちょっと、お見せしなきゃいけないのが、こちらですね、ちゃんとね。はい、ドク、僕、会いに行ってます。はい、2012年、11月24日、ね。はい、こちらはね、それから4年後、5年後ぐらいかな。はい、会ってます。そして僕はね、もうこの、転移装置、ね。これの紙もあるんですよ。はい。いやー、嬉しいね。これですよ。そして皆さん、ちょっと僕、最初に見てね、お気づきの方もいるかもしれませんが、こちら、今回、ドクが2で着る服でございます。こちらね、もう、本当にそれを真似て作ったやつだと思うんですけども、これですよ、これ素晴らしい。これがね、2でドク着てるんで皆さん注目してください。そして、なおかつこの服、よーく見てください。これね、なんと、汽車でしょ？ここに馬が走ってますよね。これなんと、2で来てる時点で、3への、メッセージ性が入ってるわけですね。ここは楽しんで、注目していただければいいと思いますけどね。いやー、これはもうちょっと、やっぱもうね、ほんとお金ないながら買いました、これはね。そうなんです。で、あとはですね、こちら、バックスザフューチャーの、はい、ドックの人形ですね。はい。はい、ジョイもいます。で、あと、マーティ。で、あと、ビーフ。そして、ちょっとね、これはね、雑誌の付録で限定版であったんですよ。はい、マーティ。しかも、アインシュタイン付きであります。いやー、いいね。これはね、なかなか手に入らないものなんで、貴重です。僕は、映画の素晴らしさ非常にちょっとね、感じております。なので、ちょっとね、魅力としては、やっぱりね、なんだろうな、いろんな、全部、なんかこう、ちゃんと振りがあるというか、なんかメッセージが常にあるんで、皆さん見落とさないでください。あ、それがこれに繋がってんだ、みたいなのがあるっていう、もう最高の映画でございます。で、僕はもう好きすぎてロサンゼルスに行って、もうこちらのドローン芸をやってます。まぁ、ちょっとそちらの、模様の方をですね、概要欄の方にちょっと貼っときますんで、よかったら見ていただけたらいいと思います。なので、ちょっと皆さんちょっとね、バックス・ザ・フューチャー、もう3部作こんな連チャンでありますから、1を見逃した方は1からね、今いろんな、配信でやってたりするんですけどもね、そちら見ていただいたりして、ちょっと追いついていただいて、2から見てもいいですけど、いやーもうこれも3部作全部面白い作品なんで見てください。撮影したところを回ったのも、一応いろんなとこ回りました。そのね、深海パーティーが行われた、だから教会みたいなとこなんですけど、そこの中とか、あとはですね、ドクの家も行きましたし、マーティの家の前も行かせていただきました。まあ、そんな感じでちょっとね、このバックスザフューチャーの、思いは誰よりも強いんじゃないかというぐらい、ね。そうです。まさにこれもドクですね、これね。で、2015年の未来、もう過ぎてしまいましたけど、やっぱね、いろいろ、なんかね、俺2のシーンですごい覚えてるのが、未来に行った時に、あれなんですよ。犬に、犬にこういうなんか輪っか状のものがくっついてて散歩させてたんですよ。ドローンみたいなので散歩してたっていうね。それはもう、あ、未来だなと思って。あとはその2なんかでも、その、ビフが、ビフとかとこう揉めて、1と同じシーンなんですけど、で、ガシャーンってなっちゃうんですけど、そこのところも、なんでしょう。撮影、要は、
なんだなんだっつって警察が来て、そしたらこう、ふーってなんか報道カメラみたいなのがドローンみたいな感じ、ブワーっと降りてきて、うわーすごいなーと思って、あ、ここがもうドローンじゃんこれと思ったんですけど、まあ、そういう感じにちょっとね、もう未来のもう予想してたということがあって、いや、これはまあちょっともう、なんだろうね、見る価値ありですよ、本当に。僕はだからもう、ここから、これでちょっと未来を感じて、やっぱりね、今、ドローンやったり、ね、AI カーやったりと、ちょっとやっぱね、未来に触れてみたいっていうことがあったんで、いや、ほんとやっててよかったというか、この映画のおかげで、あとはそのね、ドクの家から出てきて、バーガーキングの、ところから出てくるシーン、ワンのね、そこも行ったりとかしましたし、結構ね、ロケ地をちょっと回りました。なので、ちょっとその様子なんかも、ちょっと概要欄の貼りますんで、もう行ったの2014年ですね。ちょうど、未来の、2015年になる1年前に行ってきたんですけど、いや、もう本当に、いや、嬉しかったですね。やっぱりそこの思い出すごく大きいです。とにかく2を見ていただきたいということで、まあ、このね、熱い思いを、今日は動画に載せて、撮らせていただきましたけども、バックトゥザフューチャー2ね。見ていただけたら嬉しいと思います。ちょっと、なんかコメントなんかもいただければね、いろいろお答えします。まぁ、ちょっとね、これやばいでしょ？サインですよ。毒ですよ。僕の憧れの毒です。やっぱ科学者になれなかったけど、こういう、ドローン使っていろんなことできたりとかね。まぁ、もう、なんか毒と同じようなことやってるような感じになってきて、嬉しかったですけど。いや、ちょっとこれはね、いやー、これも、そうですね。はい。これがね、1回目に会った時にサインもらいました。こっちは2回目ですね。2です、やっぱり。はい。もう3回目会った時は、僕ね、3の、デロリアンも持ってるんで、その3のデロリアンにサインしていただきます。1、2、3とサインをいただいて、ちょっとね、これはもう、夢の、また夢ですよね。僕は本当毒に憧れて、まあなんかこんな科学者かっこいいなと思ったんですけどね。いやー、ちょっと本当なんかこんな感じで動画でいいのかって話なんですけど、もうちょっと皆さんすいません。本当ね、熱くなっちゃいまして。まあちょっとこれはね、本当に、1の時もね、いろいろこう動画撮ろうかと思ったんですけど、なかなかちょっと撮れずで、2はちょっと皆さんに、こう思いを伝えようかなと思いまして、撮らせていただきます。なので、皆さんちょっと注目してください。未来、過去と未来、そして、現代という、3つを、行き来するんで、まあそちらの部分で、なんでしょうね、違いだったり、あ、こう変わってきたんだ、みたいなのとか、あとは未来予想図が的中してるところに、ちょっと、鳥肌立っていただけたら嬉しいと思います。はい。とにかくですね、もう、バックスフィーチャー大好きということで、皆さん、ではですね、また、お会いしましょう。今回はこんな感じの動画でございます。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。以上、谷プラさんでした。バイバイ。この辺でドローンさせていただきます。マーティ。ありがとうございました。